はい、えー、お疲れ様でございます。まあ、有名に勝る無名の勝利の仕方、勝利の方法っていうのはあるもんですけども、私も即果塾を始めた頃ってのは、手の届く方だけを相手にしましたね。えー、六本木ヒルズにネットビジネスを学びに行って、東京ではなく、広島で、しかも半径2キロ以内の人にだけ、まあ、アプローチしていくっていう方法でした。まあ、そうすると、それだけでもね、まあ、数十人、数百人っていうのは、最初の1年間で集まるもんなんですよ。 で速塾に入塾していただいていろいろと問題解決していく中で売り上げも上がりましたけども私の問題解決のスキルとそして場数も増えたんで信用がついたわけですよね。ででに400人の塾生さんがいますっていうことは初年度で言えるようになってで稼がしたた総売上金額みたいなことも言えるわけですよ、まあ、少なくとも1人当たりに2万とか5万とか10万稼がせるわけですから初年度で。 マーケットとしてはね何,何千万か稼がせましたみたいなことに見えるわけですよねあ吉谷さんもなんか10年で10億以上稼がしたみたいなね言い方をしてましたけどもまあボリュームを大きくすればそれなりに箔がつくみたいなところもありますで私もねマーケットがちっちゃい時には一番大きな数字を強調してで今は割とチャンネル登録もそこそこ増えましたしねそれから問題解決の量も増えましたしそれから経験が10年になりましたよねで相変わらず無名ですわ <laughs> でも無名でももうマーケットはそのものすごく広くあるなって感じてますだからね単なる無名じゃ稼げないんですよ無名ならば無名の手の届く方への問題解決つまりは手が届いてる人に何も売らない何も呼びかけないんだったら話にもならないことですよねでも実はねネットビジネスで稼ぐぞって決めた人ほとんどこれなんですよこれってのは何かっていうとせっかくつながった人が少数いるのに売り込みかけないんですよ いつつ売るつもりなんでしょうね例えば私のところにねビジネスの相談に来る人っているんですけども売れないんですとかね売る相手がいませんとか言いますけどもななんで俺に売らいいのって言いますよよね俺に売り込んでみろよとまさに売れないかもしれないけどつながった人100人に対して100人成立かけていかないと全然それはバカ数踏めないよと。た、ね、とえ1件しか物が売れなくても100アプローチしてやっと1件売れましたっていうのは。 しっかりとしたストーリーと信用になるし、うん、それから100件いて100件売れなくてもでも攻め方はだいぶ身についてくるよねとどうやったらダメなのかってことがわかるよねっていうところなんじゃないかなと思うんですよ、うん、単なる無名になるなこれですねいってらっしゃい